今日も大勢のお客さんが集いました。ここエスコンフィールド北海道です。新庄監督率いる北海道日本ハムファイターズが大久保監督率いる福岡ソフトバンクホークスを迎えての一戦です。解説は工藤公康さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。工藤さん、今日はルーキーが緊張の初登板初先発というわけですが、どういったことを意識していくのが重要になってきますか？とにかホークスマウンドに上がるのは先発の前田。さあファイターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。さあファイターズの先頭打者レフトの水谷がバッターボックスに入ります。ここはファイターズの切り込み隊長として打線の足がかりを作っていきたいところ。さあホークスはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをファイターズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。さあ3球目は何か。これで追い込まれました。アウトコースのチェンジアップ抵抗カウント、バットに当たりません。三振、ワンアウトです。さあバッターは2番センターの松本です。前のシーズンは134試合に出場して140安打を放っています。前田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ホークスはバントしました。取った、アウト、ツーアウト。セーフティーバントは失敗です。バッターボックスには3番マルティネス。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送ってストライクです。見逃してこれで追い込まれる形となりました。バッターのマルティネス見送っています。ボール、三振になります。スリーアウト、チェンジ。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあファイターズ、この回は4番から始まります。ファイターズバッターボックスには4番指名打者のレイエスが入ります。ファイターズ主砲の一発を期待したいところです。ファイターズビハインドで迎える2回の攻撃です。スライダー決まりました。少しまあ狙うゾーンっていうのも広げつつ、まあ、難しいボールに手を出さないように気をつけたいですね。なるほど、そうですか。打ちました。これはどうだ。谷川原、アウト、ワンアウト。バッターは5番ライトの万波を迎えます。昨シーズンは2割6分5厘、ホームランは25本、74打点という成績でした。さあファイターズ打線のクリーンナップが攻撃の足がかりを作っていきたいシーンです。先頭バッターのレイエスを抑えてワンアウトになっています。さあこれで追い込まれました。今度は見極めていきました。変化球、空振り。低めのいいところでしたからね。あそこはなかなか手が出ませんよ。いやそうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振でツーアウトとなりました。際どいコースに送ってストライク。これが2球目。これも見送りました。難しい球はストライクになります。打ちました。右中間へのヒット、ランナー出ました。日本ハムファイターズです。ツーアウト、ランナー一塁。バッターは7番に入っているタミヤ。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース、ファウル。今のは振り遅れてましたね。ストレートにタイミングが合ってないかな。ボールになります。
さあ4球目は何か。これが5球目。アウトコース打ちました。ダウンズ一塁へ送ります。一塁アウトで、これから3回の裏、追いかけるファイターズの攻撃。打席には8番バッター奈良間。ファイターズビハインドで迎える3回の攻撃です。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ストライクを見逃して、今度はボール球に手が出ました。ボールカウントは2ストライクです。三振です。ワンアウトです。さあ打順は9番ショートの水野をバッターボックスに迎えます。昨シーズンの成績は56打数9安打6打点、打率は1割6分1厘という内容でした。さあ下位打線からファイターズのチャンスを作っていけるのでしょうか。まずは先頭の奈良から三振を奪っています。変化球空振り。いや変化球ね、しっかり低めにコントロールできてますね。いやそうですね。さあどう、際どいコースに送ってストライク。今度は振っていきましたが、これは厳しいコースでした。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。2番バッター松本、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ファイターズビハインドで迎える4回の攻撃です。里崎さん、なんとか攻略の糸口をね、開いていってほしいところではありますけれどもね。そうですね、まずは出塁しないと始まりませんから。空振り三振、ワンアウトです。3番のマルティネスですが、1回裏の打席ではストレートで空振り三振に倒れています。さっきは相手バッテリーにしてやられましたね。ここはね、さっきやられたボールを狙っていくっていうのもありですよね。そうですね。先頭バッターの松本は三振、まずはワン、変化球空振り。低めのいいところでしたからね、あそこはなかなか手が出ませんよ。いやそうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振で2アウトとなりました。ライダーできました。次が3球目。今度は手を出していきましたが、バットに当たりません。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。5回の裏、追いかけるファイターズの攻撃。打順は5番万波。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ファイターズビハインドで迎える5回の攻撃です。外外れてボール、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。見逃して三振です。ここまで毎回三振を積み重ねています。先発の前田、そうですね、今日はいいボールが来てますよね。そうですよね。バッターの上川畑、先ほどはライトへのヒットで出塁しています。前田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上の前田、ここまで7人から連続三振を奪っています。変化球空振り、前田はここまで毎回奪三振。今日はね、ボール素晴らしいと思います。そうですよね。アウトコースストレートが決まっています。これは大きく外れています。これをさばくのは難しいでしょうね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるファイターズの攻撃。先ほどは空振り三振でした。バッター奈良間、前の打席はね、相手バッテリーの術中にちょっとハマってしまったかなって感じですね。ここは1本打ってやり返したいですね。そうですね。ファイターズビハインドで迎える6回の攻撃です。
さあ仕留められるか。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスは9番の水野。先ほどはねカーブにタイミングが合ってなかったんですよね、はい、今度はその球種を狙っていくのもありですよ。打ち取られた球を逆に狙ってということなんですね。切れていきます。ファウル。変化球空振り。いや変化球ねしっかり低めにコントロールできてますね。いやそうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振で2アウトとなりました。ここは難しいボールには手を出さないように甘い球を狙っていく、そんな感じでいいんじゃないですかね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インコース詰まりました。ここはフライになっています。サードが構えます。栗原が掴んで3アウトです。日本ハムファイターズラッキーセブンの攻撃になります。2番バッター松本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは相手バッテリーにしてやられましたね。ここはねさっきやられたボールを狙っていくっていうのもありです。振っていきましたが三振。ワンアウトです。打順は3番マルティネス。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。まずは先頭の松本から三振を奪っています。今度も見送りましたがこれはボールです。見逃し三振。現在のピッチャーの状態まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスは4番のレイエス。前の打席のチェンジアップ、まあ、これはねタイミング合ってませんでしたね。ここはねその球種を狙ってやり返したいところですね。なるほど。あえて狙うということですね。打ちました。ボテボテ。今宮一塁アウト。スリーアウトです。8回の裏ビハインドではありますが繋いで流れを変えたい場面。ファイターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の清宮。さあ工藤さん、ここで代打を起用してきました。そうですね。なんとか出塁して突破口を開きたいですね。なるほど。そうですね。さあこの起用に応えたいところ。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。見事起用に応えました。ノーアウト。バッターボックスには代打の郡司。ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。際どいコースに送ってストライク。低め外れました。3球目は何で来るか。審判の手は上がらない。ボール、わずかに外れています。追い込まれています。打ちました。ショート前に来る。ピッチャー取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは7番のタミヤ。いや大差はねついていますけど諦めちゃダメですね。まだ勝負は分かりませんからね。さあ残り回も少なくなってきましたがしっかりと点を返していきたいところ。低めの球すぐに追い込みました。チェンジアップを見極めます。極めですね。よく選びました。はい。インコースわずかに外れてボール。タミヤの対左の相性をどう見ていますか。そうですね、特に左を苦にしているっていう印象はないですよ。ああそうですか。見逃しましたがストライク。三振。ツーアウトになりました。打席には8番バッター奈良間。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。いや最後はね、せめて手を出してほしかったな。はい。まあ雑になってはダメですけど今度は思い切ってほしいですね。そうですね。ツーアウト。見逃し。このチャンスで手が出ませんでした。三振。日本ハムファイターズ最後の攻撃になります。バッターボックスには9番の水野。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はね相手バッテリーの術中にちょっとハマってしまったかなって感じですね。ここは1本打ってやり返したいですね。そうですね。
打ちました。栗原アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って水谷。前の打席のチェンジアップ、まあこれはねタイミング合ってません。打ちました。ボテボテ。ショート前に来る、前に来る。ツーアウトになりました。バッターボックスは2番の松本。今日はまだ当たりがありません。今日ここまで引っ張った、これはどうか。栗原一塁へ、これで3アウト。試合終了になりました。ファイターズ完敗。前田純の前に2安打無得点、悔しい完封負けです。日本ハムファイターズは屈辱の黒星となりました。今日は打線が完全に封じ込められてしまいました。ただ今日はピッチャーの出来が素晴らしく良かったような気もします。当然悔しさはあると思いますが、切り替えて次のゲームに臨んでもらいたいです。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は工藤公康さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでエスコンフィールド北海道から失礼します。